皆さん、こんにちは。長年にわたり女優として活躍している森尾由美さん。デビュー当初は女優業だけではなく、アイドルとしても活動していました。今回はそんな森尾由美さんのアイドル時代の裏話や近況について調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。森尾由美さんは1983年にアイドルとしてデビューしました。1982年や1984年にデビューしたアイドル、いわゆる82年組、84年組にはスターがひしめく中、83年組は不作とも言われていたそうです。そんな年にデビューした森尾由美さん、2018年11月9日に放送されたトークバラエティ番組「ダウンタウンの」に出演した際、アイドル時代について暴露しました。森尾由美さんが暴露したのは、当時話題となった俳優で歌手の吉田栄作さんとの噂の真相です。番組メインキャストの坂上忍さんから、芸能人に誘われたことはないの？と聞かれた森尾由美さんは、自ら、ああ、あるある、栄作、と回答したのです。この発言には、同じくゲストとして出演していたタレントの松本明子さんを含め、出演者は一斉に吹き出しました。森尾由美さんと吉田栄作さんは、1990年に放送されたドラマ、気持ちいい恋したい、での共演がきっかけで知り合ったのだそうです。当時、吉田栄作さんは人気絶頂で、女性ファンも多くいました。そんな吉田栄作さんと、ドラマの中でキスシーンがあった森尾由美さんは、かっこいいな、付き合えたらいいな、と思っていたとのことです。森尾由美さんは、吉田栄作さんと一緒に飲みに行ったり、送ってもらったりすることもあったといい、雰囲気は悪くなかったと振り返ります。しかし、吉田栄作さんとの間に何も起きず、不思議に思っていたところ、後日、由美ちゃんはタイプじゃなかったと告げられてしまったといいます。坂上忍さんから、由美ちゃん的にはその時はもう、行ってもいいつもりだった。と聞かれると、森尾由美さんは、うん、かっこいいもんね、とコメントしました。その後、森尾由美さんは、ある大御所芸人との過去も暴露しました。ハイカラビデオ。その大御所芸人とは食事に行ったり、ディスコに行ったりして遊んだと言います。帰りも家まで送ってもらい、帰りが遅くなると森尾由美さんの母親に、遅くなってすみませんと紳士的な対応をしてくれていたのだそう。大御所芸人が誰なのか、放送では明かされませんでしたが、その名前を聞いた番組 MC のダウンタウン浜田雅俊さんは、なんちゅう名前が出てくんねん、と突っ込みました。この日の放送は、森尾由美さん自らアイドル時代のことを暴露する楽しい回となりました。森尾由美さんは、1992年に海外でコーディネーターをしている一般男性と結婚しました。夫がもともとアメリカ在住であったため、10年ほど日本を離れていた時期があります。アメリカと日本の子育ての違いを感じることがあったそうで、森尾由美さんは東京新聞のインタビューでこのように語っていました。父親が子供の学校の発表会で会社を休むし、PTA 活動をする父親もたくさんいます。妻に育児を任せきりにするのではなく、一緒にやっている感じです。夫も発表会を見に来ましたし、卒業式には花を買って持ってきてくれた。そういう時は、娘たちも嬉しかったと思いますと語っており、日本との差を感じていたようです。また、自らの子育ては母親に影響していることも告白しました。自身が、スカウトがきっかけで芸能界に入る時も、あなたはどうしたいの？と母親から聞かれ、自ら決断したのだそうです。そういった経験から、自分で決断することの大切さを知っていたという森尾由美さん。子供にもあまり口を出さないようになったと話します。しかし、口を出さなくなったのは下の子の育児からだったそうで、上の子からは妹に甘いとよく言われていたのだと述べています。子供が社会人になってからは、仕事の相談をしてくることもあるそうで、昔ならば、やればできる、頑張れと喝を入れていたのが、最近になって頑張りを認められるようになったといいます。森尾由美さんは子育てについて、結果だけではなく頑張りを認めることが大切とも語っていました。2024年11月3日に放送されたフジテレビ系トーク番組「早く起きた朝は」では、
視聴者からの便りに答えるコーナーがあり、息子の一人暮らしについての相談があったようです。これに森尾由美さんが、うちも次女が26歳の時に独立したと明かしました。すると共演しているタレントの磯野貴理子さんが、由美ちゃん、今、一人暮らしなの？いつの間に？と驚いたように質問返しをしています。森尾由美さんは、はい、そうなんですよ、とあっさり答えていたのが関係性のなせる技といったところでしょう。前述の通り、森尾由美さんは1992年に海外コーディネーターの一般男性と結婚し、1993年に長女、1999年に次女が誕生しています。また2022年6月には、長女が森尾由美さんにとって初孫となる第一子女児を出産したことを報告しています。さて、森尾由美さんの旦那である河合直之さんの職業が、森尾由美さんと同じく芸能人であるとの噂について調べてみましたが、河合直之さんの職業は芸能人ではなく、コーディネーターだということが分かっています。ハイカラビデオ。ただ、一口にコーディネーターといっても、様々な活動の仕方があるようで、中でも河合直之さんは、海外旅行者に対して様々な観光地や名所を紹介するツアーコーディネーターとして活動しています。ルートアメリカンスポーツという会社を経営していて、2018年3月には、ABC 朝日放送系列で放送された、朝だ、生です旅サラダの海外の旅フレンチポリネシア、タヒチの撮影をコーディネートしました。加えて、元プロ野球選手の金本智明さん、プロゴルファーの片山慎吾さんや松山英樹さんのプロデュースを手掛けたこともあり、スポーツ選手のプロデュースに関してはかなりの実績があります。現在もスポーツ選手のプロデュース事業は継続しているのですが、主な業務内容は観光です。ただ、2020年以降は新型コロナウイルスの影響により観光分野だけでは収益が厳しくなったため、LINE スタンプ販売のコーディネートや青汁の代理店ビジネスなど活動の幅を広げています。ところで、森尾由美さんの旦那さんは浮気性だとの情報が出回っているのですが、果たして本当なのでしょうか。調べてみると、これまでに河合直之さんに女性の影が見え隠れしたことは一度もなく、浮いた噂は一つもないことが判明しました。森尾由美さんと同世代の芸能人の中には、結婚した後に旦那さんが浮気をした人もいますので、もしかすると他の誰かと混同した情報が出回ってしまったのかもしれません。ですが、かつて森尾由美さんと河合直之さんには、離婚危機説がささやかれたことがありました。森尾由美さんと河合直之さんの間に離婚疑惑が出始めたのは、2008年頃のことでした。森尾由美さんが当時出演していた、早く起きた朝は、フジテレビ系で、河合直之さんが日々朝帰りを繰り返していることを告白したことに端を発しています。それ以降も森尾由美さんは、河合直之さんが結婚指輪をしない、携帯電話が怪しいなどといった不満を洗いざらいぶちまけていました。近しい人たちの間だけでならともかく、公共の電波で河合直之さんの私生活を暴露してしまったことから、森尾由美さんが離婚の危機に立たされているという噂が立ってしまったようです。また、森尾由美さんと河合直之さんの教育方針の違いも、夫婦仲を悪くしたとされている原因です。森尾由美さんは日本で教育を受けて大学には進学せずに芸能界入りをしたのに対して、河合直之さんはアメリカ育ちであるため、アメリカで教育を受けてきました。森尾由美さんとしてはシステムのわからないアメリカで子供たちを育てることには大反対。一方の河合直之さんはというと、自分が育ったアメリカで自由に、やりたいことや熱中できることを見つける教育を受けさせたいとの思いだったため、子供の教育方針をめぐってたびたび夫婦間で対立が起きていたといいます。これに加えて、2019年5月19日放送の早く起きた朝は、の番組内で、共演者の磯野貴理子さんが離婚を発表したことも、森尾由美さんが離婚するのでは？との噂と混同されてしまったものと思われます。思わずかつての自分自身と現在の磯野貴理子さんがオーバーラップしてしまい、感情移入してしまったのでしょう。ここまでいろいろあった森尾由美さんと河合直之さんですが、現在は朝帰りはなくなり、結婚指輪をつけていることから、離婚はせずに夫婦円満な毎日を送っているようです。
いかがだったでしょうか。今回は森尾由美さんのアイドル時代の暴露話や近況について調べてきました。森尾由美さんは2023年以降、バラエティ番組だけではなくドラマにも出演するなど、女優業に力を入れ始めています。子育てが落ち着いたこともその要因だと考えられますが、旦那さんとの関係が芳しくないことから、離婚した後のことを考えて仕事に力を入れ始めたのではないかとの噂が立ったこともありました。しかし、今回調べた限りではそのような情報は全くのデマであるようです。あくまで噂レベルでの話ですので一切根拠はありませんでした。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。